それは言わないで。お願いだ。よしさんの方がガキ中でしてる。え、みよし大人だよな、大人。みよしはベントスの中でも大人だよ。ベントスヨーサイヨーヨーね、めっちゃそっちフォワードが1本目いってやだよ、いつもキーパー見ない、ね、アイアスちょっとずらすんだよ、真ん中にあった方がいいよ、真ん中だよ、ど真ん中、ヘアバーいただく、いや、いるじゃん、いるじゃん、ヘアバー種類よし、こんにちは。じゃあ10月のなでしこの活動は日本でな、ナイジェリアと国際親善試合で長野に移って、で MS&AD カップニュージーランド、まだ揃ってはいないけども海外のチーム所属の選手も集まって、また一つ積み上げをしていく、チームとしても個人としても積み上がることにして、いい時間にしていきましょう。 OK、 はい、じゃあお願いします。レッコ
閉めて。お疲れ様でした。明日もいい準備してしっかり練習しましょう。はい。お疲れ様です。今いいですか？いいですよ、はい、映んな映んなあの、まあ、面白い試合にできたんでよかったです。結構疲れたんですけど、あの試合はしっかりリフレッシュしてまた新たな気持ちで頑張りたいと思います。まあ、ナイジェリアは多分間合いとかもやっぱ独特なので、まあ、すごい、まあ、ヨーロッパの選手とかアメリカの選手とはまた違う間合いになると思いますし、まあ、ニュージーランドは結構対戦率が高い国なので、まあ、いい試合というかしっかり勝って、まあ、課題も、まあ、いろいろチャレンジして、まあ、ワールドカップに向けていい準備ができればいいなと思います。まあ、個人的には、まあ、出た時間でしっかりプレーしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。Wリーグカップの決勝について聞かれる？いやです。悪い先輩です。あの人くそ。そうですね、まあ、でもやっぱチームを勝たせられなかったので、まあ、悔しい思いは持ってますけど、まあ、引きずってもしょうがないので昨日まで落ち込んで今日からは頑張ります。まあ、やっぱりいい刺激というかいい意味で焦らされるというか、もちろんその定着するためにやらなきゃいけないことは山積みですけど、下からの押し上げっていうのは、まあ、仲間としては嬉しいですけど、まあ、ライバルとしてはやっぱ前線の選手もたくさんいるので負けてられないなとは思ってます。ナイジェリアの選手はやっぱ身体能力が高いと思いますの、思うので、まあ、そこは、まあ、シンプルにやって勝てない部分を、まあ、どうやって日本のサッカーで勝つのかっていうのは、まあ、頭使ったり仲間と合わせたり、まあ、そういう意味では準備がすごい大事なのかなと思いますし、ニュージーランドもすごい、大きな選手がたくさんいるので、そこは、まあ、勝てないところも出てくると思うんですけど、それが試合の結果に直結しちゃいけないと思うので、それはやっぱ日本らしいサッカーをやりながら、まあ、自分の良さを出して、まあ、やっぱ自分はフォワードの選手なんでゴールを決めて貢献したいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。レベルの高いなんかポゼッションとか対人とかができてとても楽しかったです。チームで一緒にやってる先輩たちがいたので、なんか前呼んでもらった時よりは緊張がなくて楽しくサッカーができました。 U20 のワールドカップで世界を肌で感じることができてとてもいい経験になったので、次はなでしこジャパンのメンバーとしてワールドカップで戦えるように頑張りたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。そう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 、今めっちゃいいの撮れましたよね。撮れましたね。それ意識して歩いてきました。意識してた。本当に初めてアメリカに行って試合に出た時はこんなに早いのみたいな、早くてやっぱり、まあ、カウンターとかだったりっていうのもしっかり決めてきますし、こんなに違うんだっていうのは本当に初めて試合した時はびっくりして、本当に日本でやっていたサッカーとはまあ別物っていうのはすごく感じて、まあでもそういう
プレッシャーが速い中だったり、まあ、相手のスピードがすごい速い中でっていう、そういうプレースピードにも徐々に慣れてきて、まあ、アメリカではトップ下をやってるんですけど、ボールも、触る回数も増えてきたり、いいポジションでボールを受けれるようになってきて、まあ、徐々に自分の良さは出せていけてるのかなとは思います。その相手の、強度っていうか、まあ、スピードだったりどこから来てっていうのをこうしっかり見れるようになってからは、まあいいプレーができてるシーンも あるので、まあ、そこは成長段階というか、まあ、まだまだ伸ばせますしって思いながらやってます。まあ、ナイジェリアもすごく速くてフィジカルがすごいってチームメイトに言われたので、まあでもまあそういう中で一つ外せれば、プレッシャーをその一つ外せれば、まあ、必ずチャンスっていうのは絶対にできてくると思うので、まあ、自分がそういう中盤で、まあ、まずは負けないことっていうのは前提に置きながら、しっかり優位に立てるような、チームが優位に立てるようなプレーをしていきたいなと思います。おやすみなさい。はい、入れます。はい、お疲れ様です。